内容分かった段階で何かご感想ってありましたか？監督から直接連絡が来たんですよね。で、まあ、こういう題材でこういうテーマでこういう役どころでっていう話を聞いた時に、僕自身こう、興味のあることだった、こう障害者と健常者についての隔たりみたいなのは常日頃やっぱ考えてて、思っていたまさに本当にそのタイミングだったんで、台本見る前にもうやらせてほしいとお答えしましたね。まあ、あとはやっぱ監督の思いっていうものをその最初電話いただいた時に感じたし、まあ、こういう脚本があって、ですごい素敵な主人公と出会ったんだよみたいな。でもどんどんこう台本が多分当初の形からその主人公の香山芽衣ちゃんっていう女の子と出会って脚本がどんどん変わっていったんですけど、なんかそれですごい私の描きたいこともいろいろ増えていって、すごいやりがいのあるプロジェクトに向かってるっていう熱量をすごく感じたんですね。その熱量に、まあ、自分も楽しなってしまったっていうか、こういう人と仕事できたらやっぱ一番幸せやなということがもうその電話の時点でありましたね。現場に行って、あ、こういうことだったのかみたいな驚きとか、逆に何ていうんですかね、イメージと違うみたいなことってありました？逆に言うと自分の想像をはるかに超えるぐらい視野の低い捉え方をしてるなと思いました。さっき見ていただいてもっと暗い作品なんじゃないかと、まあ、障害者っていう障害点も扱ってるから多分そう思われることは当然あって、まあ、僕自身も最初多分そういうふうに見てたところはあったと思うんですけど、早い段階で僕らそれに携わる僕らの気持ちも台本としても作品としても人と人っていう、こうゼロ地点にニュートラルなところに持っていっているっていう、まあ、もちろんこう脳性麻痺の彼女が主人公で彼女の人生を描いてるんだけど、そこじゃない、一人の少女としての悩み、一人の少女の物語として描いてるっていうのがやっぱ想像以上にポップで面白かったですね。ぶつかってる壁っていうのは割合なんかみんなに共通するような普遍的な悩みですよね。そうなんです。でも本当に僕らも実際こう映画始まる前にみんなでこう作品のことなり自分たちのことなり話し合う機会っていうのがすごく多くて、その機会の中でメイちゃんに対する特別意識とかって全然なくなったんですよね。障害っていうものに対しても、まあ、もちろん彼女自身物理的な不具はあるんだけど、僕たちに関してあんまそういう考えなくなったっていうか、当たり前にここも大変そうやから手伝おうとか、なんか当たり前に変わったのは本当一瞬の出来事やったんです。徐々にじゃなくて、逆に言うと自分の何をもって自分は五体満足なんだろうと、健常者なんだろうとすごく考えましたね。やっぱ僕も不用意に人を傷つけてるところはあるだろうし、心に何か不具合が起きてないと起こりえない事件っていうのがたくさんあって、それってもう見えない障害と一緒っていうか、それを結構突きつけられた感じはしましたね。車椅子とか乗ってなければあのシーンってただのラブストーリーとか青春映画の一コマと大差ないですよね。だから今回の役どころはどういう風に役作りじゃないですけど、ちょっと役をつかむきっかけみたいなのってあったのかなと思って。さすがよく見てくださってるのは、本来いただいた台本ラブストーリーだったんですよね。だから彼女とももうちょっとこう二人の場面も多かったし、撮れ高で言ったら5時間あったんですって。それぞれの人生の背景を描いてたし、実際それ撮ってるんですよ。もったいない。そうなんです。だからこぼれた部分3時間あるっていう、で結果的に彼女の人生、それを取り巻く人々っていう図になったけど、もっとこうそれぞれの人生やったんですね、本来描いてた映画っていうのは。めちゃくちゃ気になりますね。そのですよね。それを演じさせてもらえたっていうことはとても贅沢な体験やったし、まあ、映画として完成したものを見
見たら多分演者との思い描いてたストーリーとまるで違うところに行ってるから、でも最初に意識を共有してたことで、あの映画を試写室で見た時に監督のこう社会に対して映画に対してこの作品の持ってるメッセージっていうのがとても明確になった気がして、ここはすごいなと思いましたね。一番最初の第一印象とかで覚えてます？完成版を見た後綺麗な映画って思いました。やっぱ 絵力が強い、目を奪われるというか、ワンカットワンカットなんて美しい絵なんだろうなっていうのが最初の印象でした。この作品に携わった多分全ての人の熱量が高かったっていう、光監督の作った映画やなと思ったのは、とても希望的で、可能性をすごく感じたんですよね。境界線とかしがらみとか、そういう見えないものを取っ払って、差別とか偏見とか取っ払って自己肯定感を持って生きていくという、僕はこの映画がとても大好きです。多分作品に参加していなかったとしても大好きです。 で同時に映画っていうのは人の手に届いて初めて存在するというか、出会わなければその人にとってなかったも同然で、自分がこの作品に出会ってなかったと思うとゾッとします。それぐらい、素敵な作品だと思います。映画って複製芸術ですけど、いつ誰とどういう風に映画を映画館で見るかっていうことで、その作品がその人にとって一生ものになると思うので、この作品でぜひ、素敵な映画体験をしていただければなと思います。ぜひ劇場へ。37秒だったんです。私が生まれた時に呼吸してなかった時間。作家に経験がないのにいい作品は作れないのよ。私たちのことバレたら終わりだよ。ねえ、押されたりしたらどうすんのよ。変な人いっぱいいるんだよ。そんなことあるわけないじゃん。誰も私のことなんて気にしてないよ。名前なんていうの？高田ゆまです。こうなったらどこでも出会っちゃって。乾杯。あんたに一体何が起きてるの？このバスケしてるのやめてよ。ママがいなかったら何にもできないでしょ。ママがやらせてくれないだけじゃん。1秒でも早く呼吸ができてたら自由に生きれたのかもしれない。37 Seconds。